オッソーラ勇者。センチネルっていう会社のネット通販限定の現地ネルっていう、まあちょっと紛らわしいんだけど、そこから届いた商品の紹介だわ。というか、ロックマン6の実況プレイがなかなか伸びないから何度でも説明しよう。ロックマンの愛犬というか、相棒というか、相棒というか、相棒のラッシュ。ラッシュとロックマンは合体することができるんだわ。ソンラウジユニとまではいかないんだけど、空を飛ぶことができるジェットロックマン。殴って殴って殴りまくるパワーロックマン。まあせっかくだから、貴重な全身図でも。ほんとこんな、パワーロックマンとかジェットロックマンのアクションフィギュアが出るなんてもう想像もつかなかったわ。このご時世に、ほんとセンチネル、オア、ゲンチネルは、すごいよね。というか、このアーマー装備系のロックマンだったら、関節の分割線が割と隠れるから、本当に、本当グッドだ。センチネルっていう会社から出ている4インチネルっていう10センチくらいのフィギュアシリーズのロックマンに来た第3の顔。それが、この口を開けてる時の顔だ。まあ、ね、歯食いしばってる時の色違いなんだけど、少しでも顔の種類は多い方がいいんだお。というか、ジェットロックマン、こんな感じでラッシュ合体してたんだおね。うん。ラッシュ絶対こんな感じで変形しないじゃん。とか思ってもロックマンシリーズでそんな野暮なことを口にしちゃダメだお。し。というか、ここの4インチネルはほんとすごいよ。めっちゃのけぞる。からの。よいしょ。こんな。メダロットかよってぐらいに首クイーンってなったのも全然余裕でできるわ。まあ、ロックマンもよく首クイーンってやるよね。よいしょ。漫画版のメダロットのメダロッターとかメダロット出してもグッとそうだわね。イラストレーターの人がエイプリルフールに冗談って書いたらまさかの海外限定とはいえ商品化してしまったこのロックマン X。いや、メガマン X を作ったのもセンチネルなんだわ。センチネルは冗談を冗談で終わらせない会社だったんだわ。というわけで、チャオ。